はるみさん、こんにちは、かんです。ということでね、この黒の後継者がですね、2月5日の15時59分までということでね、まあ、このキャラを当てるために僕はガチャチケを10枚貯めてきました。実はですね、昨日かおとといか忘れたんですけど、ガチャチケね、10連したんですけども、まあ、当たらなかったんで、今回リベンジっていうような形になっているっていうような感じになっております。まあ、で、ね、今回の新キャラよりかは僕は黒の後継者あった方が将来性はあるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、一応フェネッカも強いです。これね、これね、割と強かったりはするんやけど、まあ、リルデットは今んところ微妙っち微妙やけど、まあ当た 私出たねあのブレス・オブ・ラウンはつけたらワンチャン戦えることもないかなみたいな性能にもなるんでねまあどうなるかっていうのはわからないんですけどもまあ僕はね黒の後継者持ってないんでこっちを引こうかなと思っておりますアスラも結構強いんでねまあ当たったら当たったらよしとしましょうよでまあ黒の後継者はですねコロッセオっていうイベントで無双することができるので僕はその将来のことずっとのことを考えて僕はねこのキャラの方を引いた方がいいんじゃないかなと思いますでまあエースジュエルとかでね、はい、あの引いた方がいいかって<し>悩んでる方もおると思うんですけども一応ね確定 まで引くと、この子、あのー、何？ 最後までではないんですよ。ほら、最後から2番目のキャラなんで、まああの、まだちょっとだけマシではあるんですけどまあ高いっちゃ高いですよね。で、まぁ、2 5 0エル溜まっててどうしようか悩んでる方、それは、えっ、ー、と、まあ時と場合によりますけど、僕は引かなくていいかなっていう感じですね。なんでかっていうと、あの、3月か4月、どっちかで絶対にですね、コラボキャラっていうのがね、来るわけなんですよ。で、コラボ、コラボキャラっていうのが来るとですね、だいたい強いんですね。あの、星、え、ちゃう、あの、2 5 0エル確定のキャラでさえ結構強かったりする んで僕はそのために貯めておいた方がいいかなと思いますでまあ目安としてはですよだいたい えっと、1ヶ月で100個ぐらい溜まる感じやったんですよ。僕が前見た時にね。あの前、1ヶ月前の動画と今の動画を見比べて、だいたい100個ぐらい増えてるっていう感じやったんで、だいたい100個やという感じなので、まあ、正味、今2月じゃないですか。3月にコラボキャラが来たとしても、3月のまあ、最後31日ぐらいまではね、ガチャ引けるわけじゃないですか。で、まあ今からだいたい2ヶ月ぐらいあると。まあ2ヶ月はないですけど、まあだいたい2ヶ月ぐらいあるんで、200個ぐらい溜まると。だから今ですね、70個ぐらい SGL ある方はもうどんどん溜め続けてください。そして コラボキャラね、確定で引くことができたりするので、ぜひね、貯めていただけたらなと僕は思っております。で、今250ジュエルあるっていう方は、ギリ引かれへんのか、そうか、それは悩ましいな。これ320個ぐらいあるって人は引いてもいいけど、勝味これ確定とかじゃないから、引く必要はそこまでないかなというような感じです。ということで、まあ、これでね、ガチャチケ10枚使って、マジでお願いします。黒の後継者お願いします。いや、マジでね、俺、確定以外でキャラ最近当たってない気すんねんな。ちょっと、ああ、 クリスマスビューは確定のやつは当たらんかったんけど、あの10%の確率のは当たらんかったけど、単発で、あのクリスマスの日にね、もらっ、当たったって感じでしたね。うわ終わった。虹の演出なんや。これ昇格演出があったらワンチャンあるんやけどさ。ないですね。はい。チアーガールからのトランプ。 女の子と、えっ、ー、と、オオカミと、チアガールと、マジシャンみたいなんと、白髪ウルフちゃんと、えっ、ー、と、とうお、特徴な。ね、え <laughs> こんな特徴ないキャラおんのチアガールと、えかきさんと、お、わたるくんや、わたるくん。で、まあクマみたいな子、うおっと、ったつんだ <laughs>。悲しい。 黒の攻撃じゃ欲しかったな。マジでこのキャラはほんまに永遠と使えるせい、あの、タワーで使われんくなっても、もね、殺すよとかで使えるのはめちゃめちゃ,めちゃな、いいなと思っててんけどな。まあ、とりあえずまあ僕はね、この2月5日の野望を、野望っていうか、2月5日までのこのガチャで当てることができなかったです。残念。 はい。というわけで僕はですね、黒の後継者当てることができなかったんで、ちょっと悲しい気分であるんですけども、まあ、このね、ガチャを引く前に神プレイをいたしましたんでね、ぜひ見ていただけたらなと思います。ということで今から見ていってください。どうぞ。このチャンネルでは白猫テニスについての動画を上げてますので、興味がある方はぜひチャンネル登録してください。 はい。というわけで、こちらがですね、僕が言うてた試合にはなるんですけども、相手にね、セイバーオルタがおるわけですよ。なんでセイバーオルタがおるかっていうと、最近追加されたこの新シーズンギアであるね、あの、ブレスオブラーハをつけるとですね、最強になるわけなんですよ。なんでかっていうと、セイバーオルタってすごい体力回復するんですよ。で、このブレスオブラーハっていうラケットのオートスキル位置でですね、めちゃくちゃ体力を回復したら、あの、S s ゲージに変換するっていう能力があるんですよ。だから相手はね、永遠ってえげつないスピードの球を打ち続けることができるかつ、スライスで9イとかも打って 普通に強いキャラなんですねあれ知ってしてしまったらですね s s ゲージダメージをめちゃくちゃ受けてしまってねもう全然ね SDS 打てないっていう地獄があったんですよ僕当時ね全く対策できなかったんですよただあのー、最近の環境で多分ね誰も使ってないからねあの誰かに対策されるんやと思うねんけど俺は未だにこの子に勝てたね覚えがないのでですね結構あのー、嫌な苦い思い出のまま待ってる。 終わってるわけではあるんですけども、今回ですね、この試合、神プレイやったですね。<laughs> まあ、セイバーオルタ来た時に、ね、時はですね、ぜひともロブレンっていうのをしてください。ずっとロブを打ってあげてください。ちょっとね、これ、固まってしまったので、あれなんですけど、セイバーオルタちょっとね、エフェクト重いんですよ。SS とか特にね。手塚とかも割とそうやったりするんですけど、まあ、あのー、ロブレンしとったら全然あるかなと。全然勝てる見込みはあるかなと思います。ただ、まあ、めちゃめちゃ速い球が飛んでくるんで、その時に固まってしまうときつかったりするんで、ね、まあ、そこはちょっとね、あのー、け タンマスとのね、相談やったりするんですけど、やばないあのえげつないドーンって感じのさ、もうなんか画面揺れてるまであるあの玉の感じがもうすごいペースで飛んでくるわけやん。いや、ほんまにやばいと思うわ、セイフホルター。 あ <laughs> 相手 MVP セレナーと掛け合わせてくるっていう感じですね。MVP セレナーってオーバーフローやったらさ、あの、リープを打てるっていう感じになって、しかも打球効果無効っていうのもつくから SS 不もすることができないっていう点で結構強かったりするわけではあるんやけど、この子ね、こうやって、このあのー、11するギミックを貼ることができるんですよ。しかもこれね、あの、ヤミドなんで、ヤミツチヤミドヤミドやったっけ結局、オセニアのやつ見て、結局ね、ヤミドがあの、運営さんの言ってる名前やったと思うんで、多分ヤミドやと思うんですけども、ちょっとちゃうかったごめんね。どっちか忘れちゃった。<laughs> どっちかだ ほんでまあこうやってンザでドンって言ってまあここでボレーやりまくるとまあ正味ルカゲーなんですけど、ね、ただ僕的には結構ねあのー、気持ちよかったですねこの勝ち方は。<laughs> やっぱなんか楽しい試合できたらいいっすよね。でまあこの陣がある時に、まあ、セイブ・ア・オルタが来るわけなんですけどこれねロブレーンしちゃダメなんですよこれ入れ番してしまうのでだからまあルカからできることであるんですけどもまあこうやってねボレーガン詰めをしていくと <laughs> ほんたらは結構ねいい感じで勝てたっていう感じですねこれ普通に嬉しかったマジで今までの人生の中でセイブ・ア・オルタに勝てたっていう記憶が一切ないわけよその中からその中から、ね、そういう状態からこうやって勝てたんほんまにね。 あの、嬉しかった。<laughs> なんか言うねんって話であるんやけども。まあ、あの、これはあれですね。2戦目はグラスコートで、まあ、多分プレミアを使う試合やったかな、多分。 ぜひね、プレミアム結構強いんで、ぜひ使ってみてはいかがでしょうかというような感じではあるんですけども、まあ、一応プレミアの動画前に出してるんでね、下の概要欄に貼っとくんで、そこから見ていただけたらなと思います。え、マジで、あのー、勝てますよ、いろんなキャラに。<laughs> まあ、ああの、聖エクセルは結構きつかったりするかもしれないんですけど、まあ、勝てないことはないんですけど、まあ、あ不利かな割と、割とっていうか、ちょっとだけ不利っていう感じで、音声フランに勝てるし、カルロスにも勝てるしね、まあ、アスラはちょっとね、無理なんやけど、 あのー、あと誰が勝てるかなあと、まあ、ほ、結構なキャラが勝てるよ。なんか地面向こうついてて、かつ、打球効果無効ってのがつくんよ。あの、SS とかスペシャルとか GS 返球時だけにはなるんやけども、そう、今やったら SS にかかるやんか。た,ただ、特殊状態やったら、機械編っていう状態になるから、結構ね、そういう点でも強かったりするっていう感じ。ただ、空中無効はついてないからね、キアラとかにやられたら、ま、結構きつくはあるんやけども、まあ、これこれ SSS 打って、 あまあ別にあのポンプセレナとかする人もおるじゃないですかだからセレナ仲間に入れてたりとかしてもいいかなという感じですねはい <laughs> いや結構プレミアはマジであのだいぶ力作ですよあえてカルロスで打ってきたでしょこ,のこれね地面型ギミックなんですけど動いてるけどねもうこれも効かないしかもあの特殊状態中で打球効果無効もついてるから普通にカルロスに SS をね打たれて取ってしまっても大丈夫っていう感じになっておりますマジでね最強なんで <laughs> 多分、こっからプレミアかなこの陣があるし。うん。まあ、アスラにはね、聖夜エキセラの方が勝ちやすくはあるんやけれども、まあ、仕方ないですよね。もう解除されてしまったら、もうそんな元も子もないですから。ほんで、これが普通に強い。オーバーチャージしたら、なんかね、陣で取れ、取られへんのか取りにくいのかわからんねんけど、なんか取られることが少ないから、まあ、それも結構ね、いい点ではあるけど、こう、そう,そうそう、レシーブの時はね、どうしてもこうなってしまうのがちょっと難点ですよね。で、一応、チャガダで見えるようにしてるんで、結構取りやすいっていう感じですね。今の S 取れたのはマグレですけどね。 なんでその体力ない <laughs> あれ、アスランスマッシュって結構ダメージ強いんやったな、確かな。なんでまあ、相手アスラやから、まあ、あの、性エクセリアで行くっていう感じですね。はい。あ、ほんで、ちょうどカルロスのギミックなくなったし、いい感じ。んでまあ、バーンって来たも、まあ、陣があるから余裕と。まあ、性エクセリアやったら結構いけるよね。うん。んでまあ、バン。<laughs> まあ、これは作業ゲーです。ずっと、ひたすら耐えるだけです。まあ、アスランの弾はこの陣ないところだけ貼っとけば、エクセリアはいけます。 はいこんな感じであまだ、あ、か今決めると思ってんけどなよいしょまあこれね相手陣ないんでまあ前行ってボレー行ってもいいんですか相手特上だ切れそうじゃないですかほんってことは SS がもうじき飛んでくるっていうことなんですよなのであんま前詰めてないっていう感じですねほんで全然相手前こうへんな何でやろうあれ普通に特上で切れたんですけど相手 <laughs> あ来た来た来た OK これで返して決めるといいですねちょうど抜けていったね <laughs> というわけでまたお会いしましょうバイバーイ